見事ボーディングで有馬記念を制しました。武豊ジョッキーです。おめでとうございます。どうもありがとうございました。まずは武さん、この大歓声いかがですか？はい、ドウデュースも私も帰ってきました。素晴らしい豊かコールで迎えられたと思いますが、3戦ぶりのコンビでした。今日のドウデュース、どういうふうに乗ろう、どういうプランでいこう考えていましたか？もう状態はすごくいいなと思ったので、もうこの馬のいいところを出すことだけを考えて、前半はもうこの馬のリズムでゆっくりといって、とにかくラストの足はいいものを持っているので、そこにかけてました。最後の中山の急坂を登るあのかっこよさ、そしてあの素晴らしい足、乗っていてどうでしたか？はい、道中は少しね、馬が元気良すぎたところはあったんですけど、なんとか我慢できたので、残りそうですね、700メートルぐらいからもうこの馬の、末足を生かすだけ生かそうと思って、4コーナー回ってくる時の感じが良かったので、なんとかなるかなと思いました。ダービーでの素晴らしい勝利が去年ありました。そこから京都記念はありましたけれども、なかなか G1 手にできないという中でした、はい、改めてこのドウデュースと取った G1 というのはどんな味ですか？そうですね、ダービーの後本当に苦しい思いをして、してたので、この馬はこんなものじゃないと思ってずっと、ここまで来て、今日のメンバー、強いメンバーですけど、ドウデュースが一番強いと思って、乗りました。ドウデュースは通算 G1 2勝目、そして3勝目ですね。3勝目ですね、はい、そして武さん、 G1 通算81勝目です。このあたりはいかがでしょうか？そうですね、本当にこれまで素晴らしい馬に恵まれて、今日もこういうドウデュースという本当に名馬と共に有馬記念を挑めて本当に幸せだなと思います。そして4年ぶりに大歓声が戻ってきた有馬記念を制しました。最後にですね、このファンの皆様、そしてテレビの前の応援してくださった方にメッセージをお願いします。はい、本当にいつも応援していただきありがとうございます。今日は本当にドウデュースと共にいいレースをすることができました。やっぱり競馬はいいなと思います。今後も皆さん応援してください。メリークリスマス。おめでとうございます。見事ドウデュースで制しました武豊ジョッキーでした。ありがとうございました。